エルサレムにある主の祈りの教会に掲げられている、ギリシャ語の、主の祈り主の祈りは、キリスト教の最も代表的な祈祷文である。主、祈り文とも。日本ハリストス聖教会では、天守へと呼ばれる。イエスキリスト自身が弟子たちに教えたと、新約聖書に記されている、祈祷文であり、キリスト教のほぼすべての教派で唱えられている。キリスト教は、 神への祈りを捧げるときに唱える様々な提携文を持っている教派も多いが、どの文を正当な祈祷文と認めるかは教派によって異なり、またプロテスタントは提携文としての祈祷をほとんど持たないことも多い。その中で、主の祈りは唯一、イエス・キリストその人が祈るときは、こう祈りなさいと言って、弟子たちに与えたとされる祈祷文であり、 教派によって文章や訳文の違いはあるものの、キリスト教のほとんどの教派で正当な祈祷文として認められている。新約聖書には、イエスが祈り方と祈祷文を弟子たちに教える場面が書かれている。あなたは、祈るとき、自分の部屋に入り、戸を閉じて、隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると、隠れたことを見ておられるあなたの父は、 報いてくださるであろう。また、祈る場合、違法人のように、くどくどと祈るな。彼らは、言葉数が多ければ、聞き入れられるものと思っている。だから、彼らの真似をするな。あなた方の父なる神は、求めない先から、あなた方に必要なものは、ご存知なのである。だから、あなた方はこう祈りなさい。天にいます我らの父よ、御名が崇められますように。 お国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの食物を今日もお与えください。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しください。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください。マタイによる福音書六章六節から十三節義等分として、 用いられている文章は、およそマタイによる、福音書六章九から十三に則っ,っている。五章の三条の説教に続いて語られているもので、最初の三つの祈りは、神と天上に関する祈り、次の三つの祈りは、人間と地上に関する祈りである。また、最後の部分は、一種の小栄である。種の祈りの最後の小栄部分は、 伝統的なラテン語訳聖書には書かれておらず、ヒエロニムスがブルガータを訳した時代よりも後の時代においてギリシア語聖書のマタイによる福音書6章13に付け加えられたものと考えられる。このため、現代一般的に読まれている聖書では、福音書にこの部分は書かれていないが、宗教改革期に続々と各国語に訳され出版された。 ルター役ドイツ語聖書や近帝役英語聖書などでは参照されたギリシア語聖書テクストゥスレセプトゥスが中世のビザンチン写本を底本とした編纂であったため小坂部分が含まれた訳文が西方にも広まったカトリック以外の多くの教派ではこの小坂部分を主の祈りに含めて唱えているがカトリック教会ではラテン語訳聖書を基本としてきた伝統から この小栄を、主の祈りに含めない。ただし、現行のミサテン例文では、この小栄に相当する文が、主の祈りに続いて、副文の結びとして唱えられる。ラテン語の、主の祈りやラム語でイエスは主に話したと言われているが、出典である、福音書の原文はギリシア語であり、その後西方教会では、古くから、ラテン語で唱えられてきたが、 英語など各国語に訳される際、教派や時代によって訳語が少しずつ違ってきた。カトリック教会で伝統的に唱えられてきたラテン語訳文には上述の小栄えの部分はない。1960年代に開催された第2バチカン公会議までは、日本を含む全世界のカトリック教会のミサなどの典礼では、このラテン語文の祈りが唱えられてきた。 ペーターノースター、クイエスインチェリス、サンクティファイスターノメントアム、アドベニアットレグナムトアム、フィアットボランタストゥアシークトインカイロインテラ、パナムノストラムクオーティディオナムダノービスホジエ、エジミッテノービスデビタ、ノストラ、シークトイノスディミーティマスデボテロバス。ノストレス、エネノスインデュカスインテンテ,ンテーショナム、エ E ディリベラノス、 エーマロ、キュアトゥアムエレグナムイポテンチアイグローリアインサイクラー、サイクロルーム、アーメン、1988年エルク・バンザローズ、プレイヤーのプロテスタント教会合同の現代風、英語訳は、次のようになっている。Our Father in Heaven, Hallowed be your name, your kingdom come, you are will be done, on, earth as in heaven, give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin, against us, save us, from the time of trial and deliver us from evil, for the kingdom.The power, and the glory are yours now and forever.Amen.1662 年場に英国製公開。祈祷書1662年場に英国製公開。祈祷書では、次のわけが記録されている。Our Father. which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, in, earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespass, as we forgive them that trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, the power, and the glory, Forever and ever, a m その後の改定で、and forgive us our d e ズ t ィ s as we forgive our d e t s ともなったことがあり、このように唱える人たちも多い。なお、米国聖公会の祈祷書にある主の祈りのわけは、ここに記録。プロテスタント訳書きの訳文は、プロテスタント系の賛美歌集の多くに掲載されている、文豪訳のもので、現在でも多く用いられている。 天にまします我らの父よ。根が枠くは魚名、皆をあがめさせたまえ。奥に、三国をきたらせたまえ。見心の天になるごとく、地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧、糧を、今日、今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を、我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。 国と力とハエとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。カトリック教会と日本聖公会の共通口語訳2000年に、日本のカトリック教会と日本聖公会では、独自の文語訳ないし口語訳から以下に紹介する、共通口語訳を制定し、移行正式に用いている。天におられる私たちの父を、皆が、清志、聖、とされますように。 三国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン謝辞部分は前述の通りラテン語訳文になかったため、 カトリック教会では、伝統的に、主の祈りとみなさなかった部分で、カトリックの祈祷書などでは、エキュメニカルな集いなどで、小社を続けて唱える場合の祈りとして、紹介されている。カトリック教会では、この部分が、主の祈りとして唱えられることは、今もほとんどなく、カトリックの現行のミサテンレブン天霊文や、天礼聖歌集には、共通口語訳のうちこの部分を除いた祈りが、 掲載されている。ただし、ミサの中では、最後の、アーメンを唱えず、口術の通り司祭による復文と一同による、堺章が唱えられる。聖公会では、1990年版の原稿、日本聖公会祈祷書の生産式の項においては、冒頭部分にルブリックで、主の祈りを歌いまたは唱えると書かれ、また、斜線部分の直前にルブリックで、続けて、 次の祈りを歌いまた唱えると書かれてあり、主の祈りの成分と、小栄部分を区別する意図が見られる。それ以前の文語版儀頭書では、小栄部分は含まれておらず、成分の末尾に、アーメンオフス。カトリックのミサにおける福分カトリック教会のミサ典礼文では、ミサ制裁中の、主の祈りに限り、成分に続いて司祭が福分を唱え、その結びに、 栄賞に相当する句を、下記のように一堂で唱える。続いて司祭が、教会に平和を求める祈りを唱え、その結びに一堂が、アーメンと唱えるようになっている。カトリック教会の文語訳カトリック教会が、2000年2月15日まで、使用していた主の祈り。現在は、公式には使用されていない。天に増します我らの父を、願わくは、行命の尊まれんことを、 お国の来たらんことを、お胸、みむね、の天に行われるごとく、地にも行われんことを。我らの日曜の糧を今日、今日、我らに与えたまえ。我らが人に許すごとく、我らの罪を許したまえ。我らを試みに引きたまわざれ、我らを悪より救いたまえ。アーメン、日本聖教会の天主行東方教会へは主に教会スラブ語を通して伝わっており、 日本聖教会では、明治期にこの教会スラブ語から作成された、独特の文語体を現在でも使用しており、天主行と呼ぶ。小作会の部分は、司祭がその場にいるかいないかで変わる。聖教会では、生体礼儀などの方針礼においてのみならず、食前や集会の始まりに、天主行を用いる。多く集会の場では定められた単純な旋律に乗せて、歌われる。 天に言います。ガトウの父よ。ガンは、汝の名は、生とせられ。汝の国は来あり。汝の胸は天に行われるがごとく、地にも行われん。我が日曜の糧を今ガトウに与えたまえ。我らにさえあるものを、ガトウ面すがごとく、我らのさえ面したまえ。ガトーを言うに導かず、なおガトを凶悪より、救い引きうへ。多くの教派が、その抗議党に、 主の祈りを取り入れている。最も代表的なものは、ミサ、生体礼儀などの生産を伴う祈祷である。他にも、聖教会においては、万家や、各事家、カトリック教会でも、聖務日課やロザリオの祈りの中でも唱えられる。具体的な配置については、それぞれの項目を参照。主の祈りは、 それを歌うように作曲され、成果ないし賛美かない下の目的で歌われている。など、ありがとうございます。